6月10日以降、新たな発見者なし小倉美咲さんの骨が見つかった同志村の捜索を打ち切り山梨県警。7月1日金曜日18時12分配信。テレビ山梨。千葉県の小倉美咲さんの骨などが見つかった同志村の捜索について警察は先月10日以降新たな糸目品が見つからないことなどから、2ヶ月以上続けてきた捜索を打ち切ることを明らかにしました。写真を見る6月10日以降、 新たな発見物なし小倉美咲さんの骨が見つかった同志村の捜索を打ち切り山梨県警同志村では3年前、千葉県成田市の小倉美咲さん当時7歳がキャンプ場で行方不明になり今年4月、600M 離れた枯れた沢で人の頭の骨の一部が見つかりました。その後、警察が捜索を続け延べおよそ2100人の捜査員や警察犬を投入。これまでに29個の骨のようなものを見つけ、 このうち9つの骨の DNA 型が小倉さんと一致しています。しかし先月10日以降、新たな発見者がなくかれた沢周辺の捜索が終わったことから、警察は2ヶ月以上続けてきた捜索を打ち切ることを明らかにしました警察は小倉さんは死亡したと判断していますが、死因は分かっていません。今後も事故と事件の両面で亡くなった戦いきを調べることにしています。テレビ山梨。記事に関する報告。この記事はいかがでしたか リアクションで支援しよう。